平野翔にテレビ局からオファー殺到、スノーマンメグロレンからの乗り換えで主演をして欲しいイケメン業界内でぶっちぎりナンバーワン。ジャニーズの若き看板タレントスノーマンメグロレンが大ピンチに陥っている。今後数年は一強と見られていたメグロだが一瞬にして雲行きが怪しくなっているようだ。当然ながら理由の一つにジャニーズ事務所の性加害問題があります。 広告契約が続々と打ち切られたり、テレビ出演の見合わせまで起こるなど、ジャニーズタレント全員が窮地に立たされています。もちろんメグロも例外ではなくせっかくピークに達していた勢いが台無しに。すでにブレイクはしていたが、特大ブレイクのチャンスは逃しましたね、芸能記者。加えてメグロは今期出演した主演ドラマトリリオンゲーム TBSK が大爆死をした。 メグロにとって民放プライム大発の連ドラ主演だったのですが同作は TBS 金曜ドラマ枠の最低視聴率を更新することほぼ確実の大コケ。その原因がメグロのわざとらしい陽キャ演技ともされていますのでメグロにとってこれはかなり痛い。サイレント、フジテレビ系で得た評価も失いましたね同記者。